土佐の坂本の誘いは聞いたか。ああ、我ら尊王の死に蝦夷地を開拓させ時を待つという策だろう。坂本は甘い。今やこの都は薩摩と幕府の犬、そして獅子王が手を組み、我ら長州を朝敵のように扱っている。これを根絶やしにするのだ。長州の攘夷戦からおよそ1年、長州老子は都への出入りを禁じられ、尊王攘夷の運動はできなくなっていました。そのため過激な老子たちは武装蜂起を企てたのです。彼らがいたのは三条河原町東いる北側の池田屋という旅籠でした。うお、鬼会の方々、身分の老子、身分老子、吉田が逃げるぞ、裏手だ。飛び道具とはちと厄介ですな。ここは任せていただこう。からくり。新選組がからくりを手に入れたとあっては、都は奴らのものか。陰謀を察知した新選組によって池田屋は襲撃され、13人の老子が犠牲になりました。吉田松陰の教え子の吉田利麿も逃げ切れず腹を切りました。土方さん、からくりを使っちゃいけません。俺はああいう奴らと戦ったことがあります。あいつら女子供も平気で殺す。確かに新選組にふさわしいとは言えん。だがこの都を守るには力が必要だ。あの奥沢のような。この日の死者の中に奥沢英介の名があります。しかし死んだとは偽りで、奥沢すなわち赤は新選組のからくり部隊となっていたのかもしれません。俺たちもしかしてすげえことしたのかな。なあ、みんな喜んでたしな。どうも。なあ。シシ。え？だってさ、いいじゃねえか。別に。あ、桃介さん。桃介さん。お手柄だったな。お手柄？俺たち？何やってんの？俺たち子供の頃から楽器を弾いてたから、軍楽隊に入れってさ。参ったよ、俺は戦をしに来たのに。ヒオ、ヒオはいるか。ヒオ、本当によくやった。これからも頼むぞ。頼む、頼むって何さ。攘夷だ。何を言ってる。そのホムランの力で異国の船を倒すのだ、今日のように。知らねえよ。そんなのやりたくてやったんじゃねえ。
何を言ってる。ヒヨ、ジョイ、ジョイってあんなことして何になるのさ。このままずっとやるつもりなの。え、いつ終わるの。ヒヨ、おい、上様から褒章が与えられるのだぞ。そんなもんいらねえ。どうしたんだ。日下さん、私たちも行きます。サイ、どういうことだ。申し訳ありません。私たちは上位のためにやったわけではないんです。なんだと。だからお褒めの言葉をいただくわけにはいきません。見事じゃな毛利大膳殿。三度の上位の戦ことごとく勝利し、お上の覚えもめでたかろう。中島明左衛門、上様に申し上げたきございます。どうか。何者。高島流砲術を収めたという軍学者ですが。即刻上位をおやめください。これまでの戦はいずれも敵艦一艘のみ。しかも砲門の装備は貧弱でございましたが、今後は船を連ねてくるは必要。一斉に攻撃されれば我が方の台場や軍艦などひとたまりもありません。やがては敵の上陸を許し。黙らんか。待て、話を最後まで。日下さん、聞く必要などない。いや、上位をやめようというならどうやめるのか、それを聞きたい。何故。どうかお聞き。どうか、このままではお国が滅びます。ヒヨ、ヒヨ、ねえヒヨ。ああ、もう何やってんのよ。何もやってねえよ。何それ、花ちゃん助けに行くんでしょ。ヒヨ、死んねえ。知らないって何よ。あれ、ヒヨ、もうどこにいるのよ。もうそんなとこで何やってんのよ。だから何もやってねえよ。別に何もやってねえよ。おい、なんで。なんで。でもどうして。どうしてもだって。では何故に。もう何でもどうしてもいいんだって。怖くなったか。怖くなんかないよ。だけど穂村は強すぎるんだ。ああ、それで。強すぎるから穂村を動かすと。とにかくもうやめたの。はっ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 は。なんだよ。そんなに強いか。
そうだよ。だがこのわしには勝てんぞ。え、なんだよそれ。お前さんの木の人形はこのわしに勝てん。なに？ひよ、やめるんだ。モツガイ様は立派なお坊様だぞ。だってわかんちんなこと言うんだもん。行くぞ、獅子。行くってどう行くんだよ。え？ひよ、もういいだろ。だってさ、行くみたいだぞ。え？何する気だ。はあ！うわあ！このお坊さんは武田もつがい、通称げんこつ和尚。新選組の近藤勇の槍を受け止めたとか、力士数人をつないで引っ張ったとか、大木に拳で穴を開けたとかなどなど、生きながら伝説になった人です。でもちょっと強すぎですよね。お前は穂村が強すぎると言ったな。強すぎるとなんだ。ん？からくりのせいで戦が起こるか、人が死ぬか、それで怖くなったな。怖いなんて言ってねえもん。わしはこの腕で穂村を倒したが、戦をしとるか、戦が起こったか。ひよ、たとえこの腕の力がなくとも、わしにその気があれば戦をしとるぞ。え？よいか、力が戦を起こすんではない、心が起こす。心？人の心が戦を生む。力は使いようじゃ、そのためには心を強くせねばならん。わかるな。何がだよ。お嬢様、ありがとうございました。礼には及ばぬ。わしは坊主だ。坊主にはやることがある。子供は子供でおれ、無理に大人に付き合うことはない。はい。高杉殿か。中島明左衛門殿、草川源瑞と申す。先ほど披露された金色を改めてお聞かせいただきたく。中島殿。あ、中島殿。なんてことだ。キスケ。高杉さん、待ってくれ。僕ではない。そうだろうな。だがなんでお前が上位に反対した中島さんのところへ来た。それは。なるほど、今になって迷い始めたか。僕は今はたまたま勝ち続けているが、いつ強い外国船が現れて負けることになるかわからん。そうなれば今までの苦労は水の泡だ。なんとか勝ってるうちに幕引きにしたいってことだな。僕は初めから幕引きを考えています。しかしお前の仲間たちに戦をやめる気などない。これがその証だ。もうやめられん。いいえ、僕が命じればすぐにでも戦は終わります。
3回目の攘夷戦が終わった時、中島明左衛門という侍が外国が逆襲に転じれば長州は滅ぼされると主張し、何者かに暗殺されました。犯人は草加たちであったと言われています。こんなところで兄ちゃんと喧嘩でもしたか。いいか、お前だから見せてやるんだぞ。なあ鉄、俺たちと一緒にここにいろよ。父ちゃんの作ったからくり、この太い管は何に使う？このスポイペープはスチームを起こすために海中から絶えずケートルに水を送ります。もし水が途絶えれば、すぐにエンジンを止めなければスチームの力で大破裂を起こします。花姫様、今度はスチームのからくりを作るおつもりですか？リキ、ここにおれ、所用じゃ。やっとやっと八重崎のココナッツ、ここで花を摘む。何をしておる町、相変わらず無茶な。そっちこそ何やってんのよ。みんな待ってんだから帰るよ。相変わらずだな。何よ相変わらず相変わらずって、あんたは随分変わっちゃったわね。からくりは面白いな。本来心のないものがあたかも心あるかのごとく動く。それを自分の手で一から作り上げるのだ。わらわはこれまで何か作ったことはなかった。費用の気持ちが少しだけ分かったように思う。あんた何してんだ。そいつはお前のガキじゃねえか。マスター見つかった。大変だ、花姫様も。花姫様をどうするつもりだ。費用に伝えよ、エレキテルを放てと。え？うわぁ！花姫様、攘夷を終える？そうだ、戦を終わらせこの勝利をもって都に戻り、幕府が攘夷をしないことを糾弾すれば幕府の権威は落ちる。戦は続ける。異敵のいかなる軍船よりも海気が優れていることを示す。何を言っている。我がカラクリが無敵であることを示し、ここに風神の国を築く。今さら逃げ出すことなど許さん。なぜわからん。草亀が所詮小物だったか。親父殿は国が欲しくて戦をしているのか。案ずるな嵐、やがてはお前が風神の国を治めることになる。ヒヨ、いつまで穂村を寝かせとくつもりだ。え、だってずっとこのままにしておく気か。穂村を動かすのが怖いのか。だって俺戦したくないもん。戦なんかしたくないさ。そんな気持ちで穂村を動かしてなんかいないだろう。だけどみんな戦してるんだ。みんな？ああ。じゃあどうする？みんな戦をしてる。穂村で戦なんかしたくない。じゃあどうする？うわっ！兄ちゃん、俺草加さんに会ってくる。ああ、みんなで行こう。草加様、そのような弱気な、一体どうされたのですか？宮様こそ、お姉上として忠光様を戦に巻き込まぬよう来られたのでは？忘れてはおりません。しかしここで引いては一滴がつけ上がりましょう。その通りじゃ。攘夷は続ける。お聞きください、永遠に負けぬ戦などないのです。草加さん、ヒヨたちが。何？ヒヨ、どうしたのだ。草加さん、謝りに来た。謝る？俺
戦をやめさせるから。何？やめさせる？何を言ってるんだ一体。考えた上でのことです。どうやって？それはこれから考える。とにかくごめん。待て、火を。怪奇を鎮められるか。え？草加さん、何を？怪奇を鎮めてしまえば長州の他の軍船では力にならぬ。士気は下がり、戦を続けることもできなくなる。いいの？いいわけないだろう。聞け、吉田。僕は怖くなった。草加さん。僕たちは上位の意志さえ示せばよかった。ここまでの戦は望んではいなかったのだ。だが今や藩全体が、もう僕たちの手では止めることもできない。止めてやるよ。え？俺たちが穂村で戦を止めてやる。オランダ戦との戦いから5日後、新たな軍艦が現れました。船は国旗を掲揚せず、最初から敵意をむき出しにしていたといいます。我が方の艦、機害と陣術で敵の前後を囲み、費用の穂村、嵐殿の御事で直接乗り込み、砲を抑える。そしてとどめは怪奇に。つまりは風神頼みか。いきなものだ。父ちゃんのからくりぶっ壊すよ。だって俺の名前費用なんだ。費用って費用を生むものってことなんだろ。嫌いだ。でも大からくり怪奇がある限り戦は終わらないんだ。怪奇を相手に苦戦する穂村に嵐の御事が迫る。嵐、お前も目を覚ましてくれ。次回、からくり記念飛翁戦記第24話。燃えよ父ちゃんのからくり。からくりはちょっぴり歴史を変えるかもね。